はい、こんばんは、劇団スカッシュです。今日はですね、こちらです。ジョジョリオンの10巻が発売されたということで、同じ時期に発売されたピッカピカのウルトラジャンプ、ウルトラジャンプが20周年とからしくてですね、ピッカピカのウルトラジャンプに付録がまたついてるということで、すごいですよね。やっぱ付録システム、今回の付録はブックカバーらしいんですけれども、ちょっとね、そのわーブックカバーついてくるんだと、これは買わなきゃということで買って、今中身を見て、あー、その僕が持ってたカバーより、あー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 あ、うわかっこいい、あかっこいいはかっこいいですね。あ、こういう感じになるんだ、こういう感じ、後ろはこういう感じだから、普通のコミックスのカバーと質感は一緒なんで、普通さ、ブックカバーってさ、その本を汚したくないからつけて、その外でね、読む時とかに、そのそういうのではないですね。ただ単にそのコミックがかっこよくなるっていう、そういう感じですね。ほいで、今日はこれとね、これとそのうちにあるジョジョグッズをちょっと紹介したいなと思っててね、皆さんそんなジョジョグッズにそんなに興味ないよとおっしゃるかとも思いますけれども、いつかあのジョジョ好きの方に譲っていただいたものがありまして、例えばこのこれすごいですよね、このジョースケとか、このジョルノ・ジョバーナとか、このクレイジーダイヤモンドとか、はい、ナランチャ、フーゴ、ミスタージョルド、そのスティッキーフィンガーズの彼がちょっといないっていうのがちょっと残念なんですけども、割と新しめのフィギュアたちと、これを見てほしいんですよ。これほら、携帯のストラップ、もう10年以上前のものたちなんですけど、ゲーセンの UFO キャッチャーじゃない、なんかあのこう、なんかこうぶら下がってる、ゲーセンのこのこう取るゲーム、こう取るクレーンゲームなのかな、こういってこう挟んでこう取るゲーム、それの景品だったジョジョの携帯ストラップ、いくらかけたか忘れちゃったんですけど、そう、結構な小銭を投入して、アブドゥルと、ディオ、華教員、ジョータロー、ポルナレフ、昔はだってジョジョグッズなんて本当になかったから、これをね、こういうのが出てるとうわーっつって躍起になって撮ったりしたんですけど、今はね、こういうクオリティの高いものが結構巷に溢れてると。ジョジョって言えば、その第3部のアニメでやってたじゃないですか、この間完結しまして、 もちろん全部見たんですけど、最後のこのディオのそのスタンド、ザワールドの能力が明かされてからの、あのね、オープニングのね、映像が変わるじゃないですか、そこがね、ほんとしびれる感じでね、そう、ジョジョのアニメーションのオープニングの映像を作ってるのが、あの神風動画っていうクリエイターさんで、あの団体、あのアニメーションの団体さんなんですけど、そこのね、作るオープニング映像とか、いろんな映像が僕は大好きで、ほんとね、ぜひね、まあ、ジョジョ好きじゃなくても、そのわかっこいい映像っていうのは分かってくれるかと思うんで、ぜひあのジョジョのオープニング映像っていうのはね、一度みんな見ていただけたいなっていうふうに思います。見てたいのよ。普通さ、そのアニメとか始まって、そのオープニングはさ、毎回大体一緒だから、そのまあオープニングは別にそのなんか、その何、ハスに構えて見てりゃいいや、そのなんか別に、なんかその言ったらさ、ご飯でも食べながら見てるやつ、そのね、違う、神風動画さんが作るオープニングっていうのはもうアニメを盛り上げるために本当によく作られてるから、あのね、もう本編が始まる前から本当ワクワクするのね、あれこそがそのアニメのオープニングだというふうに、まあそう、僕はそう思ってるんですけど、あのね、ああいう、だからああいう頑張りをさ、みんなやりたいよね。やっぱああいうのがいいよね。ウルトラジャンプ20周年で、どうも8月にいろんなイベントとか、なんかショップ限定ショップみたいなのをやるみたいです。そこでなんか、イギーのタオルとか T シャツとか
ジョジョの T シャツとかどうも発売されるみたいなんで、ちょっとそれもねお台場とかに行ってぜひ買いたいなと思ってるんですけど、そういう時間があればいいなっていうふうに思ってます。はい、ということで今日はいろんなジョジョのいろんなジョジョの話でした。ということで、はい、じゃあねー。